どうもこんにちは、ラジオ編集部員の根塚花男です。今回もやっていきましょう。楽園天国です。今回はグランドセピア有機店さんでの、収録となっております。早速店内見ていきましょう。もう2月なんですね。で、先月1月の10日かなに来た時も結構ね出てたんで、今日もね期待して店内見ていきましょうか。さあ、というわけで本日の、ツインドラゴンハナですね、コーナー行きましょう。まず角台からビッグ3時のレギュラー19でガス118分の1で 4箱で、お隣が172分の1かビッグ20のレギュラー12と、お隣がビッグ17のレギュラー23で139分の1と、3台連続でいいですね。ビッグ24のレギュラー25で109分の1、すげえ、1、2、3、4、5箱で、あとこの角台ですね、角と角にビッグ30のレギュラー8で141分の1、1、2、3、4、5、6箱で、角がビッグ29のレギュラーが18で1、この台、まあ、2台しか空いてないんですけど、まあ、5000ゲームあって10ビッグ12のレギュラー9の台いいにしようと思います。もう1台一応空いてますけど、その台が3552ゲームでビッグ8回のレギュラー4なんですよね。こっちの方がまあ合算はいいと、まあ よくはないんですけどね。とりあえずこの台から一発目は行こうと思います。よろしくお願いします。というわけで時間になりました。実践開始します。お願いします。さあ、2月10日ですね。今日は早いね。ちなみに世間では3連休の中日ということらしいです。どうやらツインドラゴンな、まあ、いや、もともとこのお店、あのドラゴンハナハナをずっと使ってたんですよね。もうほんとギリギリ、撤去ギリギリまで、撤去の期限かギリギリまで。うわー、二角、これをね見るためにハナハナ打ってると言っても過言ではない。273ゲーム、外手が2本。うわー、久々にセリ超来たね。なー、レギュラー、いやー、やっぱいいな、赤、やっぱいいよねチェリーチョークって。ランプは青、青じゃない、赤。ああ、今のはフリーズするだろう、こういう流れや。さあ、とりあえず、2本94枚で当たりましたんで気分的にはいいよ。合算はちょっとだけ良くなったかな。あれ5000だ、だってこの合算で5000ゲーム回ってるっていうのがもう謎だもんな。やっぱこんだけ周りがねいい感じだったらやっぱ回しちゃいますよね。その気持ち分かるわ。いや、まだ分からん、まだ分からんっつって回す回す。逆にいかればそれだけ信頼度のあるホールなんですよね。今日なんかあれやな、いつになく褒めるな俺はホールを。まあまあそういう日もあっていいじゃない。というか一応2回連続で結構ね状況はいいんで、まあ普通にここは素直にねいいところはいいと言わないと。で、出てない時は出てないと言わないとやっぱりね信頼、僕の信頼度がやっぱり下がりますから。最近はねこう信用がどれだけあるかっていうのがね大事らしいんですよ、生きていく上でね。
その最たる例が、まあ、最近流行ってるあのクラウドファウンディング、クラウドファンディングか、あれでこう何か物事をやりたいんでこの金額募金してくださいみたいな、あれも信用、その人の信用がないとやっぱりお金集まんないですからね。うわー、こぼしてないかもしれん、わからん、27ゲームですね。うい、持ちメダル、多分スイカはゼロ。うわ、1ゲーム目こぼしとか、1ゲームにスイカとか来たらダメだと思うんだよね、一番気抜いてるところだから、まあ一番気抜いてるところでもあり一番気合いを入れてるところでもあるんですけど、本当もう紙一重よね、そこはボーナス終了後1ゲームっていうのは。まあまあいいや。そういえば何かの回、何かの楽園天国、何回前やったかいなね、ちょっと何回前か忘れましたけども、僕あの楽園天国の動画内でなんかチリさんがその楽園天国どうせ見てないでしょみたいな発言をしたところ、出ちゃうアプリのニュースでチリさんからね、こういう電飾へ俺見てるよっていうね、その記事書いてもらいまして、 OK ですかね。で一応まあ楽園天国に関してもね、結構いいことを書いてありまして、まあもうラジオ的な感じで楽しんでる方も多いのではないでしょうか、自分もその一人と書いてあります。これがね、うっそこれね、点数もらいに来た感じですよね、これは。これがうまい、あんだけね、バンドの PV 見てたらね、デチャーの動画見る暇ないと思うんですよね。で一応今日の告知してもらってます。10日にはグラノセピア有機店で、翌11日にはグラノセピア小賀店で収録を中止と、これは素直にありがとうございます。わざわざすいません。まあこの出ちゃうニュースもまあ毎週更新なんで、もしかしたらその書く ネタがなかっただけなのかもしれないです、まあ、それでもまあありがたいですね、わざわざ書いて くださって、まあ、とはいえね、チリさんね、テキストがめちゃめちゃ早いんですよ。だからそれだけこう余裕があるというかね、こう普段こう適当に仕事してるように見せておいて、実際やったら早いみたいな、でクオリティも高いみたいな、そういうギャップ、そういうところあるからな、チーさんな。でもモテないよね、なんでわからんかな、このギャップが。最近で言うとジム通ってるらしいんですけど、結局ねそれもジムの中にあるサウナに入ってるんで、なんていうんですかね、じゃあ普通のサウナでいいじゃないですかみたいなところはあるんですけどね。いやでもまあ後輩なんで、あんまその辺はねあんまり強くは言えないんですけど、実際どうなんだろうな。まあでもその入社した当初はね、めちゃめちゃガリガリで、ガリガリっていうかまあ50キロ台か、今90キロ台らしいです。うわー、159ゲーム、まあまあ早くない？うわー、ビッグアッパー。いやーもうプレミアム欲しいマジで、ちょっとそろ、
あ、いいよ。スイカはゼロですね。まあ、とはいえ僕もこの楽園天狗の動画見返すと、僕もあの首と顎の境目ないですもんね。やばいな、痩せよう俺も、そろそろ。やっぱこう出ちゃう編集部員はね、こう入社当初は結構ねみんな痩せてるんですけど、時が経つにつれやっぱりねどんどんこう丸みを帯びていく傾向にあるんで、そろそろ食い止めたいねその流れを。多分ね100ゲーム抜けるよねこれね。98、99、というわけで100ゲーム以内の連チャンはなしですね。はい、はいはいはい。とはいえ台が空いてないかな、ちょっと見てきます。チラ見してきます。というわけでね、左の台5922ゲームでビッグ22のレギュラー14で合算が164分の1なんですよ。そっちに移動します。まだこっちの方がね言うてビッグに寄ってるんで、こっちやな、移動です。では行きます。2代目1027番ですね。1028番から1027ね。あれでこの時間になると台の良し悪しが分かってきて、ラッキー台も目立つと、まあ、それでもまあ回ってる。うわー、よそ見独り言からの、420ゲーム持ちメダルです。ナイス。パワー1回いきます。さあここよ、いやでもまあビッグに寄ってるねやっぱこの台も。いいよ、狙い台としては間違ってはいないね今のところ。スイカだな、スイカ、スイカはベスト5には入るわ。あれは便利。ああいうこう IC カードっていうんですかね、あれもこうもうちょい統一してくれればねいいんですけどね。今でいうと僕使ってるのがスイカと7個かこの2つなんですけど、まあ、まあどっちもね使えるところは多くてありがたいんですけど、131ゲーム、あーここでビッグなかなか来ねえな本当プレミアム、もう締めたりです。やっぱ100ゲーム以内じゃないとねプレミアムは出にくいっぽいっすね。そんなことはないか、僕のこう体感ではそんな気がします。やべえ、なんもないまま終わるな。終わってましたね、すいません、時間になりました。実戦終了です。結果はエンディングにて、お疲れ様。
結果の発表でございます。お疲れ様でした。本日はツインドラゴン花々を打ちまして、総投資が97枚からの貸しが380枚で、プラスの283枚という結果になりました。はい、まあ本当それだけの動画です。プレミアム点滅がない、もうないないんやない、いや、あ、プレミアムないんやない。というわけで本日の楽園天国はこの辺で終了です。ご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。